はい、おはようございます。ラジコン東郷です。今日ははい、RDX こちらの方をね、組み立てていきたいと思います。こちらの方早速やっていきたいと思うんですけど、その前にスーパーマリオの話だけしときたいなと思って、僕の知り合いでポコチっていうのがいるんですけども、スーパーマリオが大好きすぎてゲームをやってるんですよね。で、やっぱりスーパーマリオって言ったらピーチ姫を助けに行く。で、それをね、阻止しようとする敵のクッパとかいろいろいるんですけれども、やっぱりスーパーマリオって言ったら最初に出てくるのはクリボーって、わかりますかね、あのちっちゃい栗みたいなやつ。何回やってもそのクリボーが倒せないので、結局自分でメカクリボーを買ってきて楽しんでいます。はい、開封していきますね。じゃじゃん。はいはい、プラスチックがいっぱい入ってますね。はい、こちら説明書になってます。英語、日本語書いてあります。はい、あと訂正もね、少し入ってますんでね、こちらの方もよく読んでください。あとこちらパーツリスト、展開図の方になってますんでね。はい、メインシャーシになります。はい、かなり細身なタイプですね。で、レイブ D のステッカー RDX。 はい、じゃあ早速組んでいきたいと思います。マニュアルの方ね、ホームページの方にもアップされてますんで、ちょっと今回僕 iPad の方見ながらやっていきます。バック1。はい、バック1ね。目が見えんちのつらいね。こう簡単にパチって切れるね。うん、ですよね。これなんかサクッといけるわ。手でパキって折ってカッターの方が全然いいわ。ですよね、ニッパーの方がバリが増えちゃうんだ。ここね、こっちはシムなし、こっちはシムを上下に2枚入れました。これパーツによって樹脂の硬さが全然違うね、これ。そうですね。ね。はい。うん、はい、ここまでできました。これ入らんな、なんでだ？ペアリングが違うとか。小泉さんどうですか、これこんなもんで。まソリッドデフ完成しました。お、ついにギアケースまで来たよ。みんなのさっきと乗り比べたけど、みんな違いましたよ。ほんと、うん、面白いもんっすね。やっとここまで来た。先は長いな。スパーのとこのナットって結構硬いね、これ。ああ、やっとここまで来た。やっとここまで来ました。
はい、お疲れ様でした。ついに完成しました。はい、11時から作り出して今が7時53分ってことは8時間だね。まだボディもついてなくて8時間になってます。で、実際組んだ感想の方をねちょっと言っていきたいと思うんですけれども、説明書通りにじっくり組んでいきました。で、まあちょっと今までの例えば YD2 系とかと比べると構造が違うところがあるんで、そういうところは少し迷う部分もあったんですけれども、まあちゃんと読めば問題ないのかなというところと、あとステアリング周りのシム調整とかね、あの辺は事前に三浦さんとかいろんなお客さんにアドバイスをいただいて、で組んでいったんで、その辺もスムーズに動きます。で、あと足回りとかね、ダンパーとかもスルスルです。最初からこんなにスルスルでいいのかなっていうぐらいスルスルできちゃうんで、いい感じになってますよね。で、ダンパーはねちょっとチートして神柳くんに組んでもらったんですけれども、スルスルでした。ちょっとオーニング渋い感じはあるんですけど、結構しっかり動く感じですね。なるほどなるほど。ダイヤフラム結構硬いんで、50番でも、はい、ギュッと沈む、なんていうの、バンプして、うん、戻りが結構強いんで、はい、うん、ね、250、300ぐらい。はい、でこれでね、これからちょっと走るんですけども、もういろんな人の走ってるのを見たんですけども、もう全然走ります。最初からこんなにびっくりするぐらい走っちゃっていいのかよっていうぐらい走っちゃうんで、これから始めて自分で組みたいなっていう人は、まあ一つの選択肢としていいんじゃないのかなっていうふうに思います。木澤さんによって本当にいろんなセレクトができるというところ、まあその、うん、ね、まあ、早速ですけど、このサーボを後ろにやってみたりとか、モーターの位置をこう前後してみたりとか、そういうのが最初からできるというパッケージだということが、カスタマイズを楽しむという、はい、見どころをつけてくれた、本当にありがたいものですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。ちなみに最後、僕、自分のメカ紹介なんですけれども、アンプがアキバンスのジャービスを使ってます。モーターが、ハイテックのレッドゾーン 10.5 ターンですね。で、ジャイロがレイブ D のレボックスを使ってます。で、サーボもレイブ D の RSST の方ね使用しております。で、バッテリーがねハイテックさんの3800の方使ってて、リアはソリッドのままになってますんで、これからちょっとねシェイクダウンをしていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、シェイクダウン完了です。走ってみてコーナーめちゃくちゃ速いです、コーナー速いで、あと握っていけるのかなって感じ、あとバランスも良くて結構バクバク動きがするんで、ラインも乗せやすかったんじゃないですか。今見てみて、僕あんま大きな修正しなくても、あ、いけるいけるいける、そんな感じかな。ただボディがないで怖い。はい、そんな感じです。ありがとうございました。お疲れ様です。